ケーキといえば、この前はありがとうございました。またいつでも遊びに行くので気軽に呼んでください。中須霞役、相良真由。何これ、何これ。うわー、許さない、許さない、許さない。でも私たちは何度もあの共同作業をしてる。そう、ちゃんとそちらもございます。はい、うわー、みんなこっちの方がお似合いだよね。そうだよね、ペンライトを黄色にしない。ほら、そこそこそこも分かったらね、ライトピンクに戻しなさい。はい、手が震えるぜ。ということで、今から一人が赤ちゃん役、もう一人がお母さん役になってチャレンジを行っていきます。ついに血がつながりました。かませ、チュンルン。おあ、私がかますんだ。期待されてるよ、チュンルン。期待されてる、チュンルン。無理ですよ。ひなきちゃんからのクイズを2問出して出題集を合わせます。ちょっと簡単じゃないの、うん、あ何、ラーメンさ、行ったのに私忘れてて、でも、もえぴが思い出させてくれたじゃん。ラーメンじゃないってば、だから。あ、パスタだ。その会話したじゃん、前も。そうでした。ラーメン行こうと思ったらすごい並んでて諦めてパスタ食べたじゃん。ラーメンの話かな。ラーメンの話、え、するでもさ、したことなくないあるよ。いや、ないよ。ラーメン食べ行こうよとか話したことあるじゃん。っあるって。あーもう、あーそっか。嘘、私とはラーメンの話してくれないんだもう。じゃあ、いや、いいよ、いいよ、もうラーメン食べに行こうって言って、いやでも、あの2人で、いや、ちょっとこのラーメン屋さんすごい並んでるじゃんって言って、じゃあパスタにしようって言ってパスタ食べ行った、食べに行った。そうだった。そっか、他の女はどうでもいいんだ。この人からのクイズです。お、矢野ひなきさん。絶対に答えなきゃ。私は誰にも優しくない。え。私が覚えてる一番ちっちゃい時の曲、あの中学生の頃カレーを一緒にさ、やったもんね。じゃあ、うん、一斉にオープンしてください、どうぞ。1のクローバー。というわけで正解は2の、カニに足を挟まれたでした。そっか、幸せのクローバー探しに行った感じしたんだけど、ないしょ。ごめん。これでピーナッチュはあのおしまいだから、アグちゃんは許してくれるかな。別に悪いことしてないよ。うん、そう。え。なんか違うな。